タリウム205とはタリウムの同位体の一つ。205TL はタリウムの安定同位体の一つであり、タリウムの約70.5%が 205TL で構成されている。残りの約29.5%は 203TL である。205TL の親各種には209倍がある。これは口述する崩壊系列に関わるものである。また、ポロニウムで 最も半減期の長い同位体である209ポは、205PB を経由して 205TL に変化する。その他に 205Hg の β 崩壊がある。また、205TL には、各異性体である205メートル TL があり、0.00026秒で、各異性体専用を起こす。ネプツニウム系列の図。205TL は、最終的に生じる安定同位体である。 205TL は241プから始まり、237NP を経由する崩壊系列である、ネプツニウム系列で最終的に生じる安定同位体である。かつては209倍が最終的に生じる安定同位体とされていたが、2003年になって209倍がアルファ崩壊することが確かめられたため、205TL に座を移すことになった。ただし、は、 半元期が1900系年と安定同位体とみなせるほど非常に長いものであるため実質的には209倍が最終と考えても差し支えない。タリウムの安定同位体である 205TL と 203TL の親各種はそのほとんどは天然に存在しない各種であり非常に長い半元期を持つ209倍の影響も小さい。複数の崩壊系列で同位体の量が変化する。 鉛とは異なり、標準原子量は不変であるとみなせる。実際、タリウムの標準原子量は、鉛のそれより精度が一桁上回っている。ありがとうございます。